はいどうも皆さんこんにちは、CBおもちゃです。フラックです。ということで今回もセブンイングルバープ2020やっていこうと思うんですが、今週は月曜日ということで、シースカちゃん今週は3つですね。バイエルンとレアル。特にバイエルンはね、ほとんどの選手当たり、バイエルンだけは必須で聞いてもいいかなと。まずバルセロナから。手足提言これ全部カンストしますね。DMA のブスケツ、まぁ、ちょっとスピード瞬発が足りないかな。で、フレンキー・デヨングですね。まぁ、何回も来てるんでね、持ってる人は多いと思うんですけど、持ってない人からすれば当たりだと思います。そしてラングレーですね。これアグレッシブネスの部分がちょっと気になるね。ジョルディ・アルバ。アルバはやっぱフィジカルコンタクトの部分かな。若干足りないかなっていう気はしますね。デンベレーですね。デンベレー結構いいんですけど、決定力がね、確か8-4かな。もう少し欲しかったなって印象はあるね。8-5乗ってくるとね、神ですよ。バルサの中でトリンコン。まあ、この選手は結構当たりかな。まあ、全体的な能力値が高くてね、使いやすそうな選手かなと思います。ペドリ黒になったんだよね。前金で登場してたんですけど、今回黒になったというと。俺金のペドリ持ってますよ。そう、決定力がね、レベル前で80届かないんで、いくらボールコントロール、ドリブル、ボールキープ高くても、決定力がね、80届かないっていうのはちょっと気になってくるかな。ということで、まあ、トリンコンとここはペドリが欲しいかなといった感じでね。まあ、ペドリ、まあ、決定力アプリでね、80なくても、まあ、BA だったら、ギリいけるかな。ワンチャンいけるんじゃないかなっていう感じありますけどね。おい、大好き。指定権多分 FP 持ってないんですよね。なんで、バルサはね、かぶんなければいいかな。マッチデーとかで。こう連れて行くことあるが、デンベレとか持ってないし、今週もマッチであるからね。そう、デンベレとかトリンコン、ペドリ、この辺が欲しい。かぶんなきゃあれば持ってるから、ね、お右足。さあ誰だ、16番ペドリですね。ブスケツとか持ってるんで、持ってない選手欲しいですね。マッチでだとね、やっぱりポイントね、結構高くなるんだよね。トリンコンがね、あ、左、あ、トリンコンじゃん。オッケー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 。おい、え、神引きじゃない？結構神引きだねこれ。レアルもできれば引いた方がいいかなということで、まあカゼミロ今回ボールキープ強化なんで、 DNA とかね結構ボール持つこと多いんで、探して探してみたいな、これ結構嬉しいっすよね。で、一番欲しいっすね、フィフォークルトワということで、乾燥のクルトワなんですけど、まだね通常使ってるんで卒業したい。キーパーだったらこいつだろっていう感じですね。はい、ベンゼマですね。まあ今回のベンゼマはただ決定力が9-5いかないんで、あ、なるほど、習慣とかの方が強いのかな。ダイヤは持ってますね。今回は多分一番強いと思うんで、アグレッシブス強化ということで、まあ、当たったら嬉しい。モドリッチはね、俺チャンピオンズリーグのやつ持ってるんで、まあそっち使えばいいかな。はい、で、イスコ珍しいっすね。ライブアップリが B 以上に使いたいかなっていう選手だね。はい、そしてアセンシュ。アセンシュ1回来てて、やっぱり強いスパサブのチャンメかなといった感じですよね。ペルラン・メンディー。メンディーも俺チャンピオンズリーグの方持ってるんで、よく来てるよね。そう、まあちょっといいかな。まあ本当に使いやすいっすよ。動き軽くて。クルトワかな、やっぱ一番は。バランかな。まあ、でもクルトワがやっぱ一番欲しいね。カゼミロは俺持ってるんで。アセンシュはどう？持ってる。アセンシュも欲しい。アセンシュは持ってないんで、まあ、でもクルトワが欲しいね。飛んでるね。横飛びがね。飛べ。いやー、飛ばない。あれ？このアランっぽいじゃん。足長い感じ。バラン最高じゃん、はいはい、アグレッシブネスのところと、多分全体強化を踏まえると今回のは強いと思うんだけど、まあ、乗り換えかな。うん、 T3 の目指せんじゃん。まあそうなんだよ。飛べ、いろんな監督でね。え、左、まあ、これメンディーだな。多分駆け上がる爆速サイドバック。メンディーがね、シールの方がいいと思うんだよ、ね、駆け上がれ爆速サイドバック。レアルやっぱ兜しかないで、イスコとかでもいいんだけどな。マッチデーとかに連れて行くためには、いや、クルタでしょ。少しでも被んない選手で、横飛びのね、坊さんが欲しいんだよね。さあ、飛べ。あ、カセミロか。結構被ったね。本番はこっちかなと。バイルンはね、全員当たりかなと。あ、ニャブリとかもめちゃめちゃ強いっすね。突出してすごいのはミュラーで、決定力9-5いくというね。素晴らしい。で、ダビド・アラバもこれ一番強いですね。このアラバビルドアップなんで、攻撃的サイドバックのアラバもいるんで、確かし、習慣。あ、それ結構使い分けできそうだね。サネだね。本赤でもサネは持ってるね。持ってる。結構使ってるよね。ゴレツカ俺持ってないんで。お、欲しいっすね、普通に。ジューレもめちゃめちゃ強いっしょ。ジューレ、ジュー選手や。これスピード86超えてくるし、ただまあディフェンスはボール出しアグレッシブネスかな。が若干ちょっと CL と比べて低いけど、ただ全体的な強化とか考えるとこっちは強いかなっていう気はします。パパールも持ってるんで、国代表の方も持ってるんで。俺パパール欲しいな。コマンがね、なんか唯一一人だけちょっと能力の強化がなんか寂しかった気がする。持ってないね、ゴレッツカとジューレが、まあ個人的には出てほしいです。ただほぼ全員当たりですよ。パパールは、まあでもパパール人によって欲しいっていうのは、ね。そうそうそう。コマンはまあ持ってない人からすればいいんだろうけど、まあ、持ってる人も多そう。右足？さあ、ゴレッツカ？
あー、ゴレツカだよね、これ。オッケー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 。よし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 。マッチョです。これさ、ノイヤーとレバンドスキーがいないんだよね。面白いことに。さあ、コマン。コマンはちょっとね。いやー。さあ、どうだ？ミュラーが欲しいけどね。あー、ミュラー。あ、ニャブリか。ニャブレー。なんとも言えない微妙な感じという、まあ、ニャブリ持ってる。ニャブリ持ってる。あ、持ってるんだね。まあまあまあ、まあまあまあ、それなりの引きかなといった感じなんでね、アカウント変えていきましょう。さあ、行きましょう。ブラックおもちゃも、バルセロナから行きます。トリンコンぐらいかな。なるほど。メンベレも持ってるからな。さあ、ちょっとここでね、景気づけに、はい。まあちょっとトリンコン当てて、勢い乗ってから、レアル来るとは。いや、左。あー、ラングレー。ラングレーですよ、ラングレー。一人、まあ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 、もうトリンコンさえ食えば、まあもういいガチャだから。まあそうだね。さあどうや。飛ぶなよ。間違って。横っ飛びすな。横っ飛びしてほしいのは、あの、坊ちゃんだからね。クルトワね。うん。ちょっとトリンコンでね、最後締めましょうよ。はい、バルセロナ。どうぞ。ペドリだね。バイルンから引くわ。あ、バイルンから。俺でもバイエルン俺結構持ってるんだよな。だから俺パバール本当欲しいのは持ってない。あ、ゴレツカは？ゴレツカ持ってると。ミラーも？ミラー持ってる。でミラーはまあ確かに決定力が95のミラーっていうのは別格だと思うから欲しいね。さあ、さあどうやった？ミラーとパバールどっちか引けよ。ん？ん？パバールだ。来た。パバールですよ。これは嬉しい。守備的サイドバック。ナイス。パバールさ、フランスのあのシュート思い出すわ。もう初めてのロックですわ。パバールはね、嬉しいわ。あの、守備的サイドバックでね、やっぱこの選手両方できるから。そう。でかいよね。うん。守備的サイドバックそんなにないし、マイス。さあ、左アラバ？ちょっと待ってよ、お前。アラバじゃん。アラバだ。いいでしょ。アラバ当たりだよね。B 以上だったらね、あの、今のさ、ライブアップデーがある環境だと B 以上で使いたいなって思いがあるんだけど。そうさ、どうや、頼むぞ。ミラー違うか、これ被ったか、これ被ったか、被ったか、ミラーだ。来た。9号だからね。シチューの秘密、クレオバさんならぬミラー、ミラーおじさん、やった。当たりです。これは嬉しい。これいい流れ来てますよ。さ、レアルね。さ、この調子でも俺こいつだけ。坊ちゃん、願いを込めて。クルトワ、クルトワ来るか。クルトワだけでいいよ、本当に。バランは持ってるから。バランまで来いとは贅沢言いませんよ。横っ飛びさえしてくれれば。ナイスキー。いやいや、左。左はアセンシオ。アセンシオ。アセンシオ。アセンシオってさ、なんでカードがさ、なんかさ、結構特徴的なカードなんだろうね。そう。お、横っ飛びね。ナイスキー。ナイスキー。オッケー。ナイスキー。これは当たりですよ。これは嬉しいわ。俺だって持ってなかったのよ。強い。これは強い。最高、ありがとう。もういいですよ。さあラスト。もうラストは何でもいいですよ。もうだってもう来ちゃってるから。なるほど。バラヌーでもいいよね。うん。まあ。これからのかね、あのディフェンスリーダーなれ。バラヌー。イスコーとか。ベンズじゃねこれ。ベンゼマはね、ちょっと前回のやつの方が欲しいよね。まあ強い、ね。さすがにね。言ってる9号は強い。うん。まあ、ただ今回はやれる。